はい、どうもしのです。今減量中なんですけど、今の体重がこちらです。4キロ近く痩せたのかな。本当最近ラーメンが食べたいなと思っていまして、3週間で4キロ痩せたんで、まあ、この辺で1回ご褒美をあげてもいいんじゃないかなということで、今日はめちゃくちゃ食べていきたいと思います。お願いします。はい、ということでまずね、朝ごはんを食べに行こうかなと思います。甘いもんが食いて、ドーナッツが食べたいですね。行きます。眉毛太っ。はい、ということでこちらアイス買ってきました。今年の夏初アイスですね。いただきます。うん、一番うまいわ。商品開発の人ってすげえなって思う。一時期なんかガリガリ君のプリン味とかさ、なんかガリガリ君が瞑想してる時あったじゃん。クソまずかったもんな。なんかやっぱ味覚おかしくなってきちゃうのかな。企画してる時にさ、もう切羽詰まってきてさ、なんかあ いけるかもって思っちゃうかな。絶対あんな売れないじゃん。だって別の動画で話そうかなって思ってるんだけど、今さ俺の周り、まあ職場の人もそうだけど、周りの後輩とかもそうだし、まあ職場以外のね人たちも全員そうなんだけど、みんな病んでんだよね今。なんか知んないけど病んでる人多くて、やっぱみんなさ東京で働いてる子たちなんだけど、やっぱ忙しい生活をさしてるとさ、もう本当になんか目の前のさ具体的な問題にしかさ目がいかなくなっちゃうじゃん。ちょっと目の前の問題のことだけに集中しすぎてさ、すごいなんかこう視野が狭まってきちゃうんだよねやっぱり。でそうするとやっぱ自分のこと追い込んじゃって、みんなどんどん病んでっちゃうんだと思うんだけど、そういう時はねやっぱ山とか行って自然を見た方がいいと思うんだよね。もう広い海でもいいし山でもいいし、なんかその広いものを見る、もっと抽象度上げて広い視野で物事を見ないと絶対しんどいんだよねそんなの。特に東京なんてさ、あんな目まぐるしい毎日をさ皆さん送ってるわけじゃないですか。俺ですらっていうとなんか俺何者だよってなるけど、俺もやっぱたまにしんどくなる時あるもんね。だから皆さんもっと抽象度を上げていきましょう。もっと楽観的に生きた方がいいよ。死ぬわけじゃないんだから。はい、ということでジムに行ってきます。はい、ということで終わりました。いやーね、やっぱ飯食ってるからねめちゃくちゃ元気出る、めちゃくちゃ力入る。ちょっといつもより重い重量で行かせていただきました。いや当たり前に YouTube 撮ってのやめて普通に出すのやめて当たり前かのように。マスです
番出たくないの震度の YouTube 何回も言ってるけど、あのついに収益化しました一番出た、俺あの知らないやつの YouTube に出てくる知らないやつ一番嫌いなの俺でも当たり前に逆走すんなもんやめて、ずっと言ってるけど何回も言うんだけどあこれあんの順序かそうなの、あの変わってないんだよね小学生の頃からスーパーの一通じゃん大体空いてるから逆走もいいでしょみたいなのやめて、もそういうこと、ね、いい年なんだな俺ら。今日はねチートデーというか、いるよね言いたい人大体チートのあれ毎日。これは何、漁師が地元の友達と久々に会ってつけ麺食べる動画これ。あー違う、あのもうずーっと朝から撮ってんの。あそういうことね。そうそう、で1日ずーっと食べ続けてるから。1日食べ続けてるんだ。そう、俺あ当ててあげようか俺、うん、食ったやつ。震度といえばでしょ、まずマックでしょ。マックね、これから行こうかなと思って怖っ怖っ。震度のことだから、パンケーキ食ったでしょ。あパンケーキは食った、うん、Xシングス行ったでしょ。あれあのコンビニのね、この辺で犬の散歩してるやつ大体渋谷大体ね、大体あとママチャリ乗ってるやつ折り重ねこれ今地元の人しか笑わないママチャリ乗ってるのは折り重ねだから。昨日さ、うん、あのインスタバーってあのストーリー誰か見たか見れんじゃん、うんうん、バーって見てたらさ、なぜか布橋ゆうきがいた布橋ゆうき知ってる？みんな知らねえだろ知らない？あの野球やっててあのスイングしたスピードと同じスピードで帰ってくるっていうフルスイングで帰ってくる行きと帰りが同じスピードっていう、あの布知らないか。みんな同じ顔してんの家族妹も両親が同じ顔してる珍しいんだよね。そもそも両親が全く同じ顔してるから子供も一緒、子供も一緒なんで、もちろん。はい、ということで着きました。スムーズにやんのやめてもう何、俺はこの腹くくんないといけないの今日。普通にこの出るの俺は。あもう出るよ。あんまこう出たくない人なんだけど、こういうとこに。あそうなの。そういう配慮とかないんだじゃあつけ麺食べてきます。はい、つけ麺食べる動画誰が見てるのということで食べてきました。急にプライベートの時間なくなるじゃん次はマックに行きます。はい、ということでもうなんかYouTuberといるじゃん今怖いんだけどあんな普通に喋ってたの今まで何の青春もなく急に YouTuber 始める怖いんだけど怖っ。こうやってなんか人の感情失ってくんだろうね、YouTuber は。もう取れ高取れ高って思って頭の中が怖い、今の入りが怖すぎるわ今の。笑ったー怖っ女子じゃん大学生女子じゃん、マジ大学生女子のオールした次の日のツイッターみたいな感じマジ笑ったみたいな笑ったって男で言わないよ、あの女子大生しか言わないからあれいただきまーす。はい、ということで帰ってきました。風呂入りました。最後にビールで締めたいと思います。オリオンビールいただきます。あーうめー、最近マジハイボールしか飲んでなかったから飲んでんじゃねえかよっていう話なんですけど、一応ハイボールならね、飲み会誘われた時は OK っていうルールなんで、ね、今ねめちゃくちゃ腹痛い、死ぬほど腹痛いっす。詰め込みすぎましたね一日に。やっぱあの美味しいものはほどほどに食べましょう。一日一食ぐらいだったら、まあ、運動とかしてれば別に好きなもん食べていいと思うし、暴飲暴食はほどほどにしましょう。ということで明日からダイエットまだ頑張っていきますので、応援のほどよろしくお願いします。
じゃあ、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた。